一緒にフォトピクミンでは、ピクミンのカードを使って遊びます。任天堂 3DS のカメラで写すと、カードにデザインされた色のピクミンが現れ、カードを斜めにすると滑り落ちたり、逆さにするとぶら下がったり、ピクミンの様々なアクションが楽しめます。ピクミンのこんなアクションも写真に撮ることができます。さらに呼びかけると数をどんどん増やすことができ、カードを3枚並べるとこんなことにも。そしてハテナの AR カードからはチャッピーが。ピクミンのカードと組み合わせるとピクミンたちは逃げ出してしまいます。ピクミンを掴んで持ち運ぶことができるので、こんな写真を撮ることもできます。工夫次第で実写とゲームの面白コラボレーションが楽しめます。遊べるおまけ付き任天堂プリペイドカード動物の森のカードは11月21日から、ピクミンのカードは12月2日から発売です。一部のコンビニエンスストアや任天堂商品取扱店でお買い求めいただけます。